はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ジャイアンツの矢野打撃コーチについてお話をしていこうかなというふうに思っております。なぜ今日矢野コーチについてお話しするかと言いますと、最近私の YouTube のコメント欄でですね、まあジャイアンツが頻打がね、なかなか打てない日が続いているというところで、矢野コーチが悪いんじゃないかとか、打撃コーチの仕事ができてないんじゃないかとか、この間の昨年のデーブコーチの方が良かったんじゃないかとか、まあいろんな意見が、いただけるんですよね。でその中でまあちょっとね僕もまあ気になったコメントがあったりとかしましたんで、今日は矢野打撃コーチについてお話ししていこうかなというふうに思ってます。まず最初に。まあ、矢野コーチが、まあ、無能なのか、有能なのかとか、この頻打は、コーチが悪いのかっていうところに関しては、僕は、そうではないと思います。まあ、正確に言うと、まあ、矢野コーチだけの、責任ではないというか、そんなにこう、なんて言うんだろう、一人が悪いとかっていうことは間違いなくないです。はい。で、まず、そもそもコーチって何なんていう。プロ野球におけるコーチってどういう役割を果たしてんのっていうとこなんですけど、まあその、プロ野球のコーチって、どっちかっていうと、選手を見守るというか、なんていうの、サポートするっていう意味合いが非常に強いんですよ。で、まあ僕もアマチュア野球をね、小学校からずっとまあ大学までやってまして、まあプロに入ったんで、まあいろんなコーチ見てきてますけども、アマチュアのコーチっていうのはどちらかというと、選手たちをまあ強制するというか、練習をやらせるみたいな意味合いがね、非常に強い、強かったと思います。ただ、プロ野球っていうのは、一人一人が個人事業主で、来年、まあ、契約されるかっていうのは、個人によって全然変わるわけですよ。で、その中で、まあ、選手がね、どのような情報というか、どのようなコーチを信頼してとか、どのようなアドバイスに耳を傾けてっていうのも、すべて選手に委ねられてるんですよ。で、よく言われるんですけども、まあそのコーチが何かを言ったとして、で選手がね、まあ例えばやらされたっていう形でやったとして、でその選手がね、うまくいかずにクビになりましたと。じゃあそのコーチは、一緒に、その、首になってくれるのかとか、その選手の首を、帳消しにできるのかって言ったら、そうではないんですよ。だから、まあ、その、ちょっとドライな言い方かもしれないんですけども、まあ、その、非常にこの、なんて言うんだろう、選手が、どの情報を選ぶかとか、まあ、誰についていくかとか、っていうのも、選手の、個人の、判断になったりとか、選手個人の決断になるんで、まあその、コーチが、ガイガイ言うかって言ったら、まあそうではないし、言ったとしても別にその、なんて言うんだろう。そう、選ぶのは選手なんでね。だからそういった意味合いのコーチングというか、プロ野球に関して言えば、そういうコーチが多いのかなというふうに思います。で、皆さん気になっているところはここだと思うんですけども、試合の中の指示についてなんですけども、まあ、例えばね、試合なんかを見てますと、円陣を組んでですね、まあ、打撃コーチが例えばこう、この円陣のね、中にいて、こここうするぞ、こうするぞ、みたいなことを、指示してる映像をね、一度でも見たことある方っていうのは多いんじゃないかなっていうふうに思うんですが、あれって別に打撃コーチだけが決めてるわけじゃないんですよ。うん。例えばね、今ジャイアンツが頻打続いてるじゃないですか。で、そのピッチャーの、例えばこう、対戦であったりとか、相性とかっていうのもありますよね。で、ベンチの中にたくさん人いるんですよ。選手以外にもね。まあ、監督コーチ、もちろんいますよね。で、データ班の人もいますよね。で、スコアラーの人もいますとか。まあ、いろんな人がいますと。で、その打撃コーチが、ま、指示を送ってるんですけども、結果的にその意見っていうのは、その指示っていうのは、みんなの総意というか、みんなのまとめなんですよ。どういうことかっていうと、打撃コーチが一人の、打撃コーチ、例えば矢野コーチの、気持ちだけでね、これ狙っていけっていうわけではないんですよ。それを、例えば安倍監督に、伝えて、これどうでしょうって言って、安倍監督が、あ、それいいね。俺もそう思うわ。じゃあ言おうか。とか。
じゃあちょっと、データ班の人も集まってもらって、ちょっと、ね、このデータを出してもらいたいと。で、データ班の人はどう思いますかと。僕はこう思いますと。で、データ班の方はこう思いました。で、じゃあ安倍監督どう思いますみたいな感じで、やっぱ話し合って、で、それで、最後みんなの前でね、じゃあ、例えばわからんけど、相手のピッチャーこうこうこうだから、この割合が多いから、これを狙っていきましょう。うん。で、このカウントになったら、こういう狙いに切り替えていきましょう。みたいな感じで指示を送るわけですよ。だから、一概にその、打撃コーチだけが、判断してね、一人で判断して、一人で言うっていうことではないんですよ。だから、先ほど結論で言ったように、矢野コーチだけが悪いわけじゃないし、って言ったのはそういう意味なんですよね。で、まあ私が思う、まあ僕が思うですね、名コーチの共通点っていう、ところをお話していきたいんですけども、まあ何点かあるんですよ。いいコーチっていうのはね。で、今パッと思い浮かんだので、まあ3つぐらいあるんですけども、まあ1つ目は、まず、選手ファーストっていうところね。選手ファーストっていうところ。どういうことかっていうと、先ほど言ったように、まあ、プロ野球のコーチっていうのは非常にまあ、サポートというか、まあ、見守る役割が強いですよっていうふうなお話しましたけども、やはり、いいコーチって、選手を一番に考えてくれるんですよ。まあ、当たり前やと思うかもしれないけど、全員が全員それができてるかって言ったらそうでもないんですよ。プロ野球のコーチってね。で、やはり、いいコーチっていうのはですね、まあ自分が、例えばどう思われようと、コーチ自身がどう思われようと、選手が伸びてくれたらいいという、選手ファーストな考え方であったりとか、選手をですね、徹底的にこう、なんていう、サポートするよっていう、サポート体制が非常に出来上がってる人が多いんですよ。で、今回のこの矢野打撃コーチなんですけども、僕すごく驚いたことがありまして、これね、1月ね、僕、今年の1月、岸田選手の自主トレをね、手伝ってたんですよ。1ヶ月間ね。で、矢野コーチが、岸田選手にね、矢野コーチから岸田選手に連絡がありまして、おう、岸と、今どこで自主トレしてると。自主トレの様子を、見に行きたいんだと。岸がどのような打撃を、来年したくて、今季したくて、どのような取り組みをしてるのか、僕は見たいから、ちょっと活かしてくれへんかっていう連絡が来たんですよ。で、それで、実際、本当に来られたんですよ。まあ、東京からね、近い場所だったんで、行きやすかったっていうところもあるかもしれないですけども、僕、そういうコーチって初めて見たんですよ。うん、実はね。今まで、まあ、たくさんのコーチ見てきてましたけども、プロ野球のコーチでもね、そういう、わざわざ、その、ジャイアンツ球場にいる選手だけじゃなくて、ジャイアンツ球場で自主トレをやってない選手まで、わざわざね、見に来て、で、それで、そこはね、指導機関外の機関なんで、指導はされてないですよ。指導はされてないですけども、岸田がね、例えば僕がバッティングピッチャーで投げて、岸田が打ったりとか、T 投げて打ったりとか、まあ、いろいろ打撃についてやってるわけですよ。それの取り組みについて、こう、動画を撮ったりとか、こう、どういう取り組みをしてんのかなとか、ちょっとこう、話を聞いたりとか、そういう風にね、わざわざ自分の足を運んで、その選手がどういう風な取り組みをしてるのかっていうのを、しっかりこう、キャンプインまでにね、全員の選手を把握してるっていう、行けるところは全部行ってるっていう風に言ってあったんで、僕はそれは、ある意味というか、名コーチの共通点である、その、選手ファーストというか、選手を受け入れる体制というか、サポートする体制が、できているコーチなんじゃないかなっていうふうに非常にね、その時にね、まあ、感銘を受けたというか、めちゃくちゃすごいなって正直思ったんですよね。で、二つ目のその共通点なんですけども、やはり、なんて言うんだろう、これ言い方ちょっとあれかもしれないですけども、教えないっていうところなんですよ。で、どういうことかっていう、コーチ教えんで、どういう、コーチは教えるやろと。教えんかったら何の意味があんねんって話なんですけども、むやみやたらに教えないっていうところですね。どういうことかっていうと、やはり先ほど言ったように、選手っていうのは、まあ先ほど個人事業主だっていうお話しました。で、その一個一個の決断も選手がしていくっていう、責任を取れないからっていうお話しましたよね。で、選手っていうのはですね、基本的に、なんて言うんだろう。必要になったら絶対、声をかけてくるんですよ。どういうことかっていうと、わざわざ選手が求めてもいないのに、ああだこうだっていうのはね、選手からしたらちょっと嫌がられるというか、俺はこういう取り組みしてんのに全然この人聞いてくれへんやんとか、全然その分かってくれへんやんっていう気持ちになるんですよ。ただ、
いいコーチっていうのは、選手の動向をずっと見てるんですよ。あ、この選手はこういう風にしてるなとか、こういうティーを取り入れてるなとか、こういうなんかこう、ルーティーンをしてるなとかいうのをバーって書いた、メモしたりとか、こう、覚えてるんですよ、ずっとね。で、例えばその選手が状態が悪くなった時とか、なんかその、ああ、これなんかこう、アドバイスを求めてきてるなっていう時に、あ、お前、例えばね、調子良かった時こういう風にしてたけど、最近はやめたんかとか、俺はこういう風にずっと見えてたけど、それはどうなってんやとか、そういう風に、なんて言うんだろう。むやみやみたらに教えるんじゃなくて、選手が必要とした時に、すごく適切なアドバイスをしてくれるっていうのが、すごくいいコーチだと思うんですよね。で、これって非常に、別に打撃コーチだけじゃなくて、投手コーチとか、まあ、いろんなコーチでもあるんですけども、やはり選手っていうのは自分の考えね、ここまでやっぱプロまで来た人たちですから、まあ、自分の感覚とか、なんて言うんだろう、自分が今までこう大切にしてきたことって、少なからずあるんですよ。で、そこを、その、なんて言うんだろう、コーチ職に全部塗り替えるっていうのは、すごく難しいことだし、選手からしても、まあ、どっちかというと嫌なことなんですよ。そこを分かって、非常にこう、ずっと見てて、適切な時にポンってくれるアドバイスというかね、それが、すごく自分の胸に突き刺さるというか、非常に、あ、このコーチ僕の、こういうところまで見てくれてたんやとか、そういう気持ちになるんでね。そういうコーチっていうのは非常に選手から慕われたりとか、実際すごく、目が良かったり、観察眼が良かったりとかするんでね。非常に、いいコーチの共通点じゃないかなというふうに思うんですよ。例を挙げるなら、ジャイアンツにね、打撃コーチで内田コーチっていうね、名コーチがいたんですけども、本当にそのコーチっていうのは、本当にそういう感じでですね、普段はね、めちゃくちゃ面白い喋りであったりとか、陽気な方で、一見したらなんかこう、見てんのかなっていう感じはするんですけど、めちゃくちゃ見てるんですよね。ノート書いたりとかメモ取ったりとかして、選手をね、バーって見てて、で、それで、たまーにポンって、アドバイスをしたっていうのが、そのアドバイスがめちゃくちゃ効いて、その選手がね、その次の試合で、例えば3安打したとか、猛打賞したとかっていうのもあるんでね。非常に、そういうところはですね、名コーチの共通点じゃないかな、というふうに思います。先ほど3つって言いましたけども、2つでしたね。思いつくのは2つぐらいでしたね。はい、っていうところで、まあ、今日はね、矢野打撃コーチが有能か、無能か、みたいな、頻度は矢野コーチが悪いんちゃうかっていうお話がありましたが、それは、一切そんなことは、一切ではないですけども、矢野コーチだけの責任ではなく、どちらかというとですね、まあ去年の戦力というか、打てる選手がめちゃくちゃ集まってて、例えば中田翔選手もいたし、ウォーカーもいたし、まあいろんな選手いましたと。で、現状に関してはどこの球団も結構ヒンダーである、傾向が結構高いじゃないですか。まあヤクルトは結構打ってますけども、それ以外の球団ってそこまでめちゃくちゃ打ってるかって言ったらそうでもないし、っていうところがあるんで、まあ、ジャイアンツの場合も、まあ、去年ね、打率1位、ホームラン1位、でしたけども、実際その打てる打者が揃ってたっていうのもあるし、今年に関しては若手をね、異常に起用してるじゃないですか。そういったところも、間違いなくあると思うし、まあ、これからね、坂本選手、岡本選手、丸選手、まあ、もしかしたら、梶谷選手が怪我で戻ってきてとか、秋広選手がまたこう、上がってきてとか、まあ、いろいろ、いろんな要素が出てくると思います。で、最終ね、秋、ジャイアンツがどの位置にいるか、で、どういう、戦いをしてね、終えてるかっていうところで、改めてね、矢野コーチであったりとか、まあ他のコーチの評価とかも僕していきたいと思うんで、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。